めちゃん、結婚するなら年上がいい、年下がいい？私年上がいいです。こずちゃんは？私年下です。あるよね。男女問題研究家の山崎セミコです。本日の恋愛大学のテーマは、結婚するなら年上がいいか年下がいいか考える件でお勉強していきたいと思います。本日もアシスタントは黒姫ちゃんです。はい、恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、ゲストでこずちゃん、こずちゃん、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、セミコ先生、今回の相談なんですけれども、はい、沙織さん29歳からの相談です。はい、私は今まで年の差をあまり気にしたことがなかったのですが、はい、そろそろ結婚も考えてお付き合いしていくということを考えた時に、はい、年上か年下どっちの方がいいのかということも考えるようになりました。はい、結婚するなら年上か年下どっちがいいとかはあるのでしょうかということなんですけれども。ということは、その今彼氏がいらっしゃらないんやね。そうですね。だから、まあ、あのオンライン婚活とかそんなんで選ぶとしたら何歳未満とかね。でも、あの、こずちゃんは1歳年下の彼氏がいらっしゃるけど、はい、別に年1歳ぐらいだったらどうですか？全然気にならない。気にならない。そこも、もはや年上とは思ってないんじゃないですか？全然思ってないですね。あ、きっかけ聞きたい。あの、あれですか、あの、なんて告白されたの？向こうから？なんか一緒にご飯食べに行こうっていうことから始まって、自然とお付き合いする感じになってますね。そうやね。ある程度の年齢だったら、そのなんていうのか、付き合いましょうとか、そういう話ってないもんね。これね、若い子のテーマでね、あの、年上年下の話にはなってるんだけど、私たちって付き合ってるのって質問する人いてるの。はい、なんかない？そういうの。中学校、中学生、高校生とか大学生のぐらいかな、22、23ぐらいまでかな。私たちってはっきり付き合ってるって言ってとかね。嘘つき男は付き合ってるよって言って、私ら交際やして始まったって思ってるの、口だけでね。口だけで。そう、だからそういう感じのね、あの、まあまあ人もいらっしゃるんだけど、まあ、年上か年下かって言って、私はまあどっちか言ったら年下派。あんまりね、なんかね、あの、年配の人にはライバル意識すっごいあるの、仕事とか。そう、もう負けんとことかね、あの、あって、年下の人なんか許せるの、自分の心が解放して、まあ、なんていうのかな、童心に帰れるっていうのかな。うん、黒姫ちゃんは？あんまり年齢は気にしたことがないんですけど、結婚するってなったら年上の方がいいのかなっていうのはあります。そうよね、ガチで。これね、結婚って言ったら女の人と男の人の考え方の違いなんだけれど、男の人はね、結婚っていうのは人生のね、通過点だよね。でもね、女の人ってゴールと思うの。だからすごい好きな人と結婚すると思ってるけど結婚式を挙げた時点でどんどん気持ちは冷めますから下がる一方です、これは。下がる一方なんですね。だから結婚に何が一番大事か言ったら、もちろん、あの、癒しとかいう本人、当人同士のね、あの、性格が合うってことも大事だけど、これは命の次に大事なのは何だと思いますか？命の次？あ、お金です。あ、生活力。でそう思ったらね、私、あの、年上の男性の方が生活力はまだね、あの、まあ、あの、仕事してる分長いから。そうですね、あると思います。ただね、あの、年下の子でもね、まあ、男の子でも将来有望な子かどうかってやっぱり見極めないとダメやし、でね、変な話、あの、お金が絶対、あの、お金持ちじゃないと嫌だって婚活されてる方いてるんやけど、そういう方でね、よく陥りやすいのが、若い男性、同い年ぐらいの男性、年下でも、で、若いのにね、20代とか32、3でね、お金持ってる人、やばくない？まあ、なんかよっぽど社長とかじゃなかったらね、そういう、こう、今時の IT 関係とかで何かじゃないけど、やっぱりお金
持ってなくて当然な年齢ってあるから、うん、そこにね、なんか騙されたらダメだと思うんで、うん、だからまずは年上がいいか年下がいいかを考えるときに大事なことは、うん、シンプルに年上が好きか年下が好きかってポンと今初めに話したように、年下がいい年上がいいっていうので自分の頭の中でこれビデオ見てらっしゃる方も思うと思うんですよ。そこでまず照準定めましょう。でその次に大事なのは自分の一番譲れないこと、もう自分の最優先したいこと何か言ったら、いろいろやっぱりアンケート取ったら違うんですよ。もうお金はなくてもいいからほら全力で顔が一番黒姫みたいなんですよね。そうですね、働いてね、食べさすんでしょ。私頑張りますかっこいいでこれ大事なんですよ。だからまず年上か年上かって年齢層をバーンって壊れして、顔がまあ100% 中身ゼロでもいいっていう黒姫さんのね好みなのね、これは。でそれ、まあ、第一の優先順位ね。これこずちゃんは、なんか一番は私、何でしょう、男らしさですかね。どんな男らしさ、例えば。でもね、お金は大事ですでも自分をちゃんと持ってる人ですかね。尊敬できる人っていう意味 ね, ね, ね、はいはいはい、そうね、そうね、うん、だからそういうような自分が、私は思うんですけど、人として尊敬できるっていうのは大事だと思うけど、うん、まあお金かな稼げないとね尊敬できないね。だってやっぱりそのなんていうのかな、年下の彼氏とデートしようと思ったら、うん、行くところってまあまあ居酒屋さんとか全然ちっとも悪くないんだけど、そういうところが好きで満足できるっていう気持ちじゃないと、すごい稼いでる女の人が年下の彼氏と付き合いして、うん、で、まあ、居酒屋のね、まあまあ、すごく混んでるところに行った時に不満足であればうまくいかないだろうし、うん、そういうあれもあるから、一番何を優先するかってことで、とりあえず黒姫ちゃんは顔で、小津ちゃんはまあお金やねお金やねっていう、ここは大事です。だから、そこで分析していきましょう。年上の人で、お金持ちって言ったら、まあ仕事的に全部あれしたらいくら稼いでるか大体わかりますよね、うん、それとお金がいい、大事だなと思う方は、親がお金持ちの方はお金持ちになりやすいです本当にお金持ちになりやすいってことを、申し添えておきましょう。本日の、恋愛大学のセミナーは終了しましょうか。はい、ではスリゴ先生、本日の取りまとめをお願いいたします。取りまとめ、そうやね、年ってね、あんまり関係ないから、インスピレーションで年上年下、そして一番大事なことは何か、お金顔そういうことで、自分で、交通整理してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。